さまこんにちは、山名亜希です。今日は構えの講座になります。林流には連続50構えの型というのがあります。日本には心構えとか身構えとか、そんな言葉がありますが、本日はその中からトンボの構えというのを紹介したいと思います。今日はちょっと珍しい、なんか冠受け構えっていうのを紹介してもらいたいと思います。今日はその中から影炉のかっていうのを紹介したいと思います。影炉、なんかわかんないけど、こう下からこう上がっていくんでしょうか。林先生、はい、影炉の構えって一体どんな構えで、どんな意味があるんですか？はい、これはですね、相手に催眠術をかけるような不思議な構えをこうするわけですね。はあ、相手を誘ってってたりするわけですか？うん、まあこの構えはこう突き出してるのと違うから、はあ、こんだけ距離が狭まるわけですよね。はあ、こうやってると、はあ、あなたが正眼に構えてみて、正眼に構えてると、うん、例えばこうあるとしたら、私はこんだけだから、はあ、あなたはもっと近づけるわけです。そうですよね。そうです。ところが変に近づくとズバーッとこれが、ね、届いちゃう。林先生、はい、脇構えって一体どんな構えで、それでどんな意味があるんですか？でこれの特徴はですね、はい、こう構えてるでしょ、はい、で柄空きだから相手が締めたって面に来るじゃない。締めた、もうガーンってもう一発でもって切り落とされたり、それから 2.1 流のね、はい、2.1 流って例の宮本武蔵、おー、うん、あの人なんかこう構えてて、はい、さっき宮本武蔵にもあるぐらいだから、うん、あのこの構えはもっと昔からあってくる。あ、もちろんそうです、うん、剣術の流派ができた頃ね、室町の頃に、室町時代にもうすでにそういう構えはもともとあるんです。この構えは昔からあるものなんですか？あ、もちろんあります。もうそういう、あの冠受けというそのこういう形はあります。この構えって、うん、あのやっぱりあの昔からある構えなんですか？いや、ないですね、これね。僕はね、はい、あの忍者の舞台なんかやるときに、ああ勝手に自分がこう面白い構えだなってこう作り出した構えだ。そうそう、勝手に作った構え。うん、その物語に合うようなね、構えをね。なんかその時に忍者ものをやってたわけですね。そうそう、舞台で忍者ものをちょこっとやろうっていうことになって、うん。見たことがないぞみたいな。そうそうそう、なんだこの構え変だなって。だからこうやってると肩の長さ分からないでしょ。ああ、言われてみれば。隠れてて。はい、うん。だからどこまで近づいていいかも分からないし。まか不思議な構えだなってこうなるわけ。ちょっと先生、うん、あのドヤっていうような顔してますよ。そう、はい、ドヤ顔してる。ちょっと出してます。私が作った、はい、だそうです、はい、ありがとうございました。